こんにちは。髪止めました。あの前髪まだ短いから止めました。中学生ですか？高校生です。スタバの都道府県のやつ飲んだ。あ、なんか山形県のやつラ・フランスで、なんか友達飲んで美味しかったって言ってたので、まだ飲んでなくてこれから飲みたいなと思ってます。飲む予定です。マシュマロちゃんが熱くて溶けてないか心配。あ、なんかすごい起きたらすごい熱くて、もうすごい熱くて汗すごかったから、朝っていうかお昼に起きて、シャワーしました。
からめっちゃボサボサです。海鮮食べた。あ、海鮮今解凍してます。後から持ってきます。お、届いたんだね。最近届きました。大福？大福？髪の毛は伸ばしてるの？髪の毛は伸ばしてるけど、最近すごい暑いなって思ってます。日焼け多分しました。ギターは弾いてます。今家に持ち帰ってきて、昨日も練習しました。なんか夏ドラマ見てる。夏ドラマ？学校にメイクして行ったことありますか？ないです。チームメイトの曲弾けるの？チームメイトの曲はまだ弾けないです。大学に31あるよ。すごいいいな。降りましたか？どうだろう、打った後だじゃない？で、たなんだろう、2個かしてた。治りかけてもまたなんか赤くなったりとかしてるかもしれない。
足結構いろいろと怪我するよね。怪我します、結構怪我します。多分なんか歩き方が悪いっていうか、すごいガニ股なんですよ。大脚だしガニ股だから、すごいあのつまずいたりっていうかするんだと思います。夏休みはたくさん配信する。夏休みはあと1ヶ月くらいあるから、また配信できたらしたいです。なんで髪流してるの？なんか前髪切りすぎて、あの最初ここら辺だったんですけど、だんだん伸びてきてここら辺くらいまで来たけど、まだ変だから流してます。そんなに短かったの？そんなに短かったです。自分で切ったの？いや、あのばあちゃんに切ってもらいました。なんか切る前に寝てて、で起こされて前髪切るよって言われて、ちょっと眠たくて切ってもらって、で鏡で見たらすごい切ってくれて、ってなりました。切りすぎた時、結局学校はどうしていったの？こうやってこれになんかピンこうやって刺して、髪普通に後ろがこう言って、こうやって後ろ言ってこう学校行きます。ある意味に雪どきだね。いやなんかすごい、あの切ってもらったから、あの変って言えないっていうか、言っちゃいけないなと思って、そのまま「あこれでいいよ」って言って心の中で焦ってます。ちゃいけない、なんか切ってもらったのに言ったらかわいそうっていうか言っちゃいけないなって思って、あ大丈夫だよありがとうって言って、友達にどうしようって電話しました。なんか最初誰だか分かんなかったって言われました。あそしてなんかマスクもしてるから誰だか分からないんだと思う。
その写真メールで送って、え、でもなんかそういう似たようなやつ送ったことありますよ。元の髪型にいつ戻れそう。なんか夏休み明けぐらいまでは伸びろって思ってます、願ってます。もう前髪も流しの癖がついてるのかな。いやでもなんか普通に学校じゃない時以外、学校じゃない時は普通に下ろしてるっていうか、下ろしてるから大丈夫だ、大丈夫っていうか癖はついてないと思います。髪はショートにしないんですか。ショートって、ショート小学校以来してないです。今日も普通でよかったのに。いやなんかやっぱりおかしいなと思ってやめました。ツインテールいつ頃する？ツインテールは、え、なんか似合わない、似合わないと思います。やりたいっていうか、今度会える時にツインテールにしたいなって思う。似合ってたよ、似合ってました。なんだろう、何色ある、今何か欲しいものある。服とバッグが欲しいです。AKB の新曲も見た。あ、なんか音楽番組でやってて、あ、すごいって思いました。ワンピースは着るの？ワンピースは着るんですけど、着るけどなんかその見えちゃうから、
まり出かけないからワンピースは着ないかもしれない。好きなブランドある？あ、なんか好きなブランドを作ろうって思っていろいろなんか調べたんですよ。そしたら好きなブランド作ったっていうかあのできました。ご褒美食べた海は山なの、山派の海派、海派山派のか。あ、今じゃあ持ってきます。ちょっと待っててください。札幌の土地でも蔵が好き。あれ残りはくらい。皆さんやっぱりタワーとムークスいろいろやってる地方なんか、まあ、ギリ宮城ギリ授業も中2の中1しか行ったことないです。中2は
中2の時はなんか雪が少なくて行けなくて、で中3はなんかもともとなんか受験生だから行けないのかな多分高校勉強は難しいですか？なんか世界史とか、あとなんだっけ、物理とかは難しいです。そうなんだ、学校グラウンドにゲレンデ作るのは北海道か。いやでも小学校の時に、小学校っていうかゲレンデっていうか そこまでは作らないけど、小学校のあのグラウンドとかに雪が積もるから、そこでなんか 1,2 年生とかはそこでスキー授業で、なんか 3,4 年生 3年生以上があのスキー場とかだったでした。世界史で覚えた難しい言葉は、なんて読むんだろう、西遊記、あの孫悟空のやつです。それぐらい覚えて、西遊記です。そう、西遊記を覚えてテストしました。そしたら出ました。何か賞状とかもらったことありますか？オリンピックにちなんで。なんかあのママとか、ママのお姉ちゃんとか、ママの妹とかすごい、あとばあちゃんとかもすごい運動神経良くていっぱいメダルとか賞状もらってたけど、私はあんまりもらったことないです。お習字は、お習字もなんか字書きじゃないからもらったことないです。スポーツ一家、なんか私だけ遺伝してこなかったです。卓球で入賞したことないです。弟くんは運動できそうだね。どうでしょう、まだ3年生かな、3年生だと思うので、まだそういうのはもらってきてないです。今日誕生日迎えました、おめでとうございます。なんて読むんだろう、日村抜刀斎さんかな。総合は今も好きですか？総合は今はなんかあんまり好きじゃない、ない好きじゃないっていうか、なんか普通の勉強っていう、勉強っていう感じだから、あんまりです。ばあちゃんは東京オリンピック出てないですよ。普通に運動神経が良かったっていうだけです。得意教科はもうないです。
居眠りはしませんか？授業中ですか？授業中だったらすごい眠くて寝たいけど、前から2列目黒板あって前から2列目だから寝れないんですよ。だから全然寝たい、いや寝てるけど寝たりとかしてるけど、でもなんか寝ちゃダメかなみたいな。ピンク好きなの？ピンク好きです。紫の次に好きです。先生と仲いいの？先生と仲いいっていうか、あんまり喋ったことないっていうか、仲いい先生あんまりいないです。高校もう慣れてる、多分慣れてます。4ヶ月後は16歳。あ、16歳です。4ヶ月後は。でもなんかもうみんな16歳になり始めてて、なんか15歳って中学生って思われるからちょっと嫌です早く16歳になりたいです。ましろ先輩、学校は給食、いやお弁当です。夕日です。夕日は夕日です。学校でもおとなしそうだね。いやなんか本当に人見知りだから、仲いい子にはすごいなわーって感じだけど、あんまり喋ったことない人とはもう普通に、うん、無言、すごい無言です。机の上はお勉強道具か、すごい散らかってるんです。でもお勉強道具です。勉強道具すごい。夏休みの課題がいっぱいあります。学校では AKB ってバレてるの？バレてる、はい、バレてるっていうか、はい、バレてます。次は課題配信かな。課題を忘れてるように頑張ります。755に宿題載せて教えてもらってるメンバーよりは、あ、でもなんか見たことあります。でもわからないところはない、いやあるけどあるけど結局答え見て丸付けの時にやっちゃうから。
課題は作文とかもあるのかな。忘れてた。作文もあるし、読書感想文もあります。なんか読書感想文のことで頭いっぱいでした。読書感想文は今日はしたいです。なんか前読んだことある本を思い出して書こうかな。読書感想文は一番苦宿題として苦手の方多いね方かな。でもなんか多分原稿用紙2枚分くらいで書き方のなんか書き方みたいな感じの書いてあるからそれっぽいそれっぽいっていうか、それを真似して書けば お菓子最近食べないです。最近なんか食べないかもしれない。読書感想文の簡単な方法は登場人物はこういう人って一人一人書くことだよ。確かに一人この人はこういう人で、でこの人もこういう人でって書けば大体半分くらいはいくかもしれない。そうしよう。感想文はそんなに大変じゃないんですね。感想文は全然大変じゃないです。感想文は大変じゃないけど、なんか夏休み中になんか記事とかインターネットとかのやつで気になった記事みたいなの作文みたいなので書かないといけなくて、それの存在を忘れてました。髪の綺麗さ金メダルです。いやボサボサです。ボサボサなんですよ。いつもオイル塗ってるんですけど、今日オイル塗ってないからすごいボサボサです。書こうかな。やましょう。あ、5237人。
にはどんな宿題が出てるんですか？他にはなんだろう、他にはなんか昨日1個終わって、あと漢字20ページくらいあって、あと冊子とみたいな、漢字と冊子と読書感想文と、あとなんだっけ、その作文のやつと、なんて言ったっけ今あ、漢字と冊子とあと作文と読書感想文と、あとなんかもう一つなんかやつとくらいかな。あと英語、なんか英語のなんか写しみたいなやつとくらいです。その冊子のやつは、あの数学は多いけど、数学以外は少ないから、薄いから、やろうと思えば頑張ります。どれから手をつける予定？今日は読書感想文をして、あともう月曜日からはもう冊子のやつもすぐはしてて、で8月入る前にできればオーバーしたいから、あ、考えよう。カレンダー見て考えよう。25だ。25で、で今日読書感想文はして、で冊子を2日間くらい、いや3日間くらいではして、であとは作文をはして、あと何ある作文と、あとなんだっけ、あ、で英語の写しをやって、あと2つなんだっけ、あと1つはいいけど、あと1つなんだっけ、漢字はもうコツコツやんないと終わんないから、でももう8月中に、でな、7月中には多分終わんないかもしれない。漢字なんか学校で計算したんですよ。1日2ページぐらいやれば大体終わるかなみたいな感じなんで、漢字はもう毎日2ページずつやろうって思ったんですけど、あの夏休み入ってから海とか行ったからもうやってないんです。だから予定立てる予定は立て、24ページです。24ページです。なんか飛び出てる。
ページ何文字ぐらいですか？50文字くらいかもしれない。50文字くらいはあります。50文字くらい。24ページだから1日4ページしたら7月中に終わるかもしれない。今日から1日4ページ。なんかやる気が出なくなっちゃった。1ページどのくらい時間かかるかな？どのくらいだろう？20分ぐらいかもしれない。早い。なんか机と椅子が低いんで、机が低いんですよ。すごいこう猫背にならないといけない。この机、小学校から使ってるやつ。小学校から使ってます。でもずっと書いてるからすごい無言になっちゃいます。
ょっと進んだかな。なんか一行わかりました。後ついた、後つきました。夕日に照らされる。すごい。夕日はすごいです。めっちゃ暑い。テロップ入れとこう。テロップ。テロップ何入れたらいいか分かんない。暗くなった。じゃあ6時になったら6時まで配信します。6時50分くらいにランキング読みます。でもずっと漢字してると無言になっちゃう。
3行目かな。まだ1行目の丸つけ終わったところです。これから2、3行目1行終わったら、頻繁にこっち見ます。録音配信は強制終了されるらしい。喋りながら、なんか話題があれば喋る。漢字の意味は、漢字の意味、漢字の意味、意味は分からないです。ペンかわいい、ペン、これパパが出張の時に吉本新喜劇さんのシャーペンです。パパが
あのなんだっけ、出張の時にお土産で買ってきてくれません、買ってきてくれました。揺れるんですよこれ。すちこさん、すちこさんです。なんだっけ、どこまで書いたっけ、あ、なんだっけ、間違った、合格の朗報。夏はアイスティー飲めますか？夏はアイスティーは飲まないです。アイスティーは飲まないです。なんかコーヒーとか苦くて飲めない。そういえば紅茶飲めばよかった。でも麦茶はあります。宿題やるとき飲み物はいりますか？いります。あの紅茶とか結構飲みます。あ、いつの間にか7073名。カフェオレなら甘いからいけるんじゃ。カフェオレは大丈夫、飲めます。寿司にわさびは大丈夫、寿司にわさびは大丈夫です。全然大丈夫だけど、全然大丈夫です。なんだっけ、1日4ページって言ってるの、あと4ページか。なんか漢字とかは本当に音楽聴けば、聴きながら練習っていうかしたら終わると思う。明日から早く起きない。目書？目、なんだろう、目書、目書、なんだろう。読めない。
めど、そうか、めどが立った。めど。早起きは自分は苦手。早起き私も苦手です。夜は遅くまで起きてられるけど、あの朝が苦手です。夜は何してるの？夜はなんか普通にスマホいじったりしてます。あと電話してることが多いです。友達と毎日誰かしらと電話してます。寝るときクーラーつける。なんか寝る前に消します。テレビドラマ見ます。テレビドラマ見てるけど、なんかめっちゃ溜まってます。まっちゃん夜行性なの？夜行性です。話好きなんだ。話は好きです。なんかその中学校の時に一緒だった友達とよく結構電話するんですけど、楽しいです。今は違う高校です。高校がもうみんなバラバラです。寝ながら電話、いや寝る前に電話してます。オリンピックで注目してる競技はある？注目してる競技、なんかあんまり見たことない競技とか、なんかすごい見てみたいです。バイトしてる？バイトしてないです。
笑い番組とか見るの。見ます。見るけど、あんなんかテレビ自体をそんな頻繁に見ないから。YouTube とかよく見る。YouTube はよく見ます。ちょっとめっちゃ暑い。めっちゃセミ鳴いてます。絶対暑い。部屋の温度が下がったけど、今26度ぐらいです。じゃあちょっと1行だけちょっと無言で頑張ります。8メンバーの YouTube 見てます。26度はちょうどいい。なんかエアコンつけてさっき寒かったから弱くしたんですよ。なんかすごいめっちゃ眩しいけど、すごい性能がいいっていうか、新しいからすごい涼しい。寒いくらいで、でベッドがここにあってエアコンがそこにあるから、すごい風当たるからつけるのいいけど、すぐ寒くなります。違った。以前の配信場所と違うよね。以前っていうか、もうずっとここです。配信養蚕講習
城の約束がなくなった。城の約束はここにあります。上にあります。丸つけます。間違った。すごいいっぱいこんにちはって初見って書いてる人。採点してます。答えがどこにあってどこにあるのかっていうのが分からない。ページ終わりました。本当に机が低すぎて痛いです。
8000人、8000人です。残り23ページですね。そうですね、また23ページです。1ページ30分くらい、1ページ喋ったりとかしてたから、でも大体30分くらい。配信6時までかな。配信は6時までです。50分くらいになんだっけ、ランキング読みます。前髪切る予定ある？当分はないです。当分はもう伸ばしてます。AKB48 のアバター集めてます。あと3個で招集完了。すごっ。高校受験の時は亀岡文字に行きましたが、行ったと思います。多分髪が綺麗だけど、なんかし今日何にもしてないんですよ。だからすごいボッサボサで汚い、全然綺麗じゃないんですよ。お風呂さっきシャワー浴びてきたんで、さっきっていうか起きてシャワー浴びたから、何もオイルも塗ってないからすごいです。髪型を下ろすのが多いです。休日とかは下ろしてるけど、学校に行く時とかはもう暑すぎて言ってます。学校行く時も髪にオイル塗るの、寝る前に塗ります。学校行く時も、休日はあんまり塗らない時多いかもしれない。学校卒業したら高校、間違った。学校卒業したら東京来るの。多分っていうか予定っていうか、今のところ東京に上京したいなって思ってるけど、多分変わると思います。今は分からないです。まだ髪型はどんなのが好きですか？なんかそのクラスマッチとかで髪の毛こうヘアアレンジしてる人とかいて、私本当に不器用だからそんなことできないんですよ。だから
羨ましいなって思います。一人暮らしはできそう。一人暮らしは一人暮らしっていうか、私なんだっけ、友達っていうか親友と一緒に住もうって話してるんですけど、でもお互いの将来の夢がどうなるかがわからないから、まだわからないです。チョコミント好き、チョコミント大好きです。セブンティーンアイス、アイスの自動販売機で必ずっていうか、あれしか食べたことないです。そのためにも勉強大事だよね。そうですね、まだ先のことがわからないので。宇多田ハツカさんもチョコミント好きらしいよ。チョコミント本当に大好きなんですよ。50分だね。50分だ。じゃあランキング読みます。13位だっけ、12位から13位からでいいか。じゃあ13位からいきます。なんて読むんだろう。香港かな、のはるまさん、ありがとうございます。で12位のまっつんさん、ありがとうございます。13位、おめえらさん、ありがとうございます。10位さっくんさん、おめでとうございます。9位、おめでとうございます、ありがとうございますか。どこまで読んで、あ、9位、ぶっちゃんさん、ありがとうございます。8位、きびだんご非公認さん、ありがとうございます。7位、プッチーニさん、ありがとうございます。6位、カラスのカーコさん、ありがとうございます。5位、ケンジさん、ありがとうございます。4位、ハサッピさん、ありがとうございます。3位、チャンレタスさん、ありがとうございます。2位、ベイスタ UI じゃない、間違った、RYU さん、ありがとうございます。1位、桃の天ぷらさん、ありがとうございます。おめでとうございますじゃなかった、ありがとうございますか。ありがとうございます。6時までやりますね。なんで海来ちゃなかったの、なんか雨上がりだったからだと思います。宿題も少し進んでよかったね。宿題も1ページしか進んでないけど、本当進みます、ありがとうございます。あとなんだっけ、マグロ、なんだっけ、山の幸、ありがとうございました。すごい美味しかったです。残りいただきます、ありがとうございます。美味しくいただきます。海鮮ありがとうございました。
山の幸って言った。え、嘘、ごめんなさい、海の幸です、ごめんなさい。ありがとうございます。本当にすごい美味しかったです。本当に美味しかった。今年はもう一回くらい海行くの。今年はもう行かないかもしれないです。山行ったね。あ、山って言っちゃった、ごめんなさい。海です。学校ではプール授業あるの？学校はないです。訂正しなさい。訂正します。あと5分。ワクチン打ちましたか？ワクチン打ってないです。そういえば、あやねちゃんがマッシーのこと心配しました。え？あやねさんが？同じ時間お腹が空いてきた。なんかさっきマグロ食べたからかな、あんまりお腹空いてない。推しメンに決めたよ。あ、嬉しい。え、なんかっていうか、多分次配信するとき夏休みだ、また夏休みだと思うけど、また次会えるか、いつ会えるかわからないけど、いつ配信するかわからないけど、頑張ります。頑張りますっておかしい。頑張ります、おかしかった。次はいつ終了無予定。いつかわからないけど、夏休み中っていうのは多分決まってます。来年の夏休みじゃないよね。来年の夏休みじゃない、今年の夏休みです。課題終わりました、配信忘れたか。確かに、確かにっていうか、そうだ、そうですね。宿題、まあ、いつあるかは宿題わからないけど、でもなんか毎日書かないといけないやつがあるから、終わるのは、まあ終わりはしないけど、しろちゃんは冷やしシャンプー使うの？使わないですね。2分。
か配信でギター披露したし、あーギター忘れてた、ギター練習もしないとこれから。ギターのレパートリー増えた。何曲くらい弾けるの？まだ1曲しか弾けないです。1曲を練習してます。今ギター課題曲とか、そうです、課題曲なんですよ。それを今練習してます。だからいつかはなんか AKB の曲を弾けるように頑張ります。キャンメイク持ってますか？わからない。いや、あるかもかもしれないです。あ、福祉だ。じゃあありがとうございました。6時なのでやめたいと思います。またねバイバーイ、ありがとうございました。